どうも、ウでーす。ゆうです。二人合わせて。ウです。ーでーすお願いします。いますはい。では、今回はザスパクサツ群馬の、えっ、ー、と、J2 第32節ビーファーレン長崎とのホームゲームの振り返りやっていきたいと思います。はい。はい、こんな感じでね、ザスパクサツ群馬の試合の結果の振り返りだとか、次節の対戦相手の動画、そのほ他 J リーグの動画なんかもアップしていますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。 はい。ではですね。まあ、結果の方はね、もうね、表示されているんですけれども、まあ、1対2で敗戦という形ですね。うん、またも先制はしたけれども。そうなんですよね。先制取れてもっていうのがちょっとね。です、うん、ね。まあ、ね、まあ、流れとしました前半13分に、うん、まあ、コーナーキックから、はい、川上優希選手が、はい。プロ初ゴールそうですね、見事なヘリ見事なヘディングで。 ね、高さを生かして、うん、相手を押せつけながらね、うん、素晴らしい,いやもうあれはねびっくりしました、ね、もう歓喜だったんですけども<ー>、まあね、前半終了間際に、うん、前半44分44分だったんだ、ね、本当に終了間際ですね、うんまあ、エジガル・ジュニオ選手が、はいまあ、決めまして、まあ、あのこぼれ玉というかね、まあ、相手のシュートを、まあ、川上選手がちょっと足で触れたやつを。うん ダイレクトでエジガル選手が流し込むとそうですねでまあそれがまたキーパーが触れないねいい位置に打つんですよ、うん、でやられたと思いきや後半に入ってまたエジガル選手がふわっといたクロスに頭で合わせてねクロスはふわっとじゃないか結構鋭めのクロスにヘディングでループ気味のヘディングシュートみたいのでまたそれをキーパーとね ファーサイドというか,か反対側にね、うん、打たれてまああれも触れないよねっていう感じのうんねえ何でかとってヘディングでループ気味に打てるんだもんね,ねなんかふわーってしたシュートあってね現地で見てる時本当に何が起こったか分かんなくて「えっ入,入ったの?」みたいなねそうそうなんですよ「うん、えーってなったんだけどね僕らも現地観戦してだからまあ ね、前半13分にはもうものすごい歓喜して <laughs> プロ初ゴールをね目の前で見れたっていう、ねね、目の前で見れたんでうわーっつってしかもね相手は格上というところで、うん、これいけるんじゃないのって、まあ、心の中でちょっと思った後にまに、あ、かつての徳島戦がよぎったから、うん、いやまだ油断ができないなと思っていたんですけどす、ね、またしてもね、うん、この逆転されるっていうところにちょっと勝ちきれない 弱さが出ててしまっったかなっていうんまあでも総じてエジガルの日というかうん、うん、と言っていいんじゃないかなっていうまあねそうだねやっぱねやられたね、うん、エジガルさんがね、はい、そんな試合のですねスターティングメンバー振り返っていきたいと思いますゴールキーパー清水敬樹選手ディフェンスが飯野選手岡村選手川上選手小島選手で中盤が内田選手岩上選手のダブルボランチに 田中選手、加藤選手がサイドで2トップに大前選手、青木選手、うん、まあ、でも今季のまあベストメンバーといった感じなんですかね、そ<う>これん。結構、奥野監督が、まあ、一,一番多く使っているスタメンじゃないかなって、ここ最近は思いますけども、はい、まあこれで望んだけど、かなわなかったっていうことですよね、うん、まあそこはシンプルにやっぱり力の差がちょっと露呈してしまったかなと。<laughs> 残念ながら <laughs>、うん あちょっとビファーレンの方がですね、えー、とゴールキーパーは高際選手で、うん、ディフェンスがマイク熊選手庄司選手二見選手江川選手、はい、で中盤が海王選手秋野選手のダブルボランチに2列目に大竹選手名倉選手澤田選手ワントップにエジガル選手だったと、うん、いう感じでしたけども、はい、まあでもエジガル選手の日だったねとは思うんですけど ただやっぱり全体的にうまかったもんね。うん、なんか割と海洋選手がね、大柄なのにちゃんとね、うんうん、なんか、ね、ボールをキープして左右に散らしたりとか。全体的にやっぱこう、うん、技術の高い選手が。レベル高いんだろうね、やっぱり。ね、揃ってるっていう感じで、結構まだボールもね、かなり回されてるところが、ね、なんかこう。 持たせてるっていうよりは完全に綺麗につながれてるなって感じの時間帯多かったし、うんね、前半立ち上がりなんかにそうだね、うん、全く触れなかったそ<う>なだったし、うん、でまあなんか、ね、エイジガル選手以外でこ,うこの選手がすごかったみたいなのがそんなにないけど、うん、でもなんかこうレベル高いサッカーしてるなって感じが見えたっていうことは、うん、全体的にレベル高い ってことだよねって、うん、オールパープロでオール B みたいな感じかなみた <laughs> どの選手もレベル高いからまあ特にその突出したエジガル選手だけが印象に残ってるけど、うん、まあ誰も悪くなかったってことだもんね。そ,そうねミスなかったもんね、うん、本当に。ここでちょっと長崎の強さみたいなのをね思い知らされる形になっちゃったかなっていうところですね。うん、そうですね。うんでも本当にミスらしいミスはねあんまり長崎なかったんで、うん、これは強いわと。 その強いチームに、もう点取りアが入っちゃったというところで、まあ、勢いづいてしま <laughs> うよねっていう感じですよね。やっぱり上位3チームと戦った中で、まあ、今回の長崎戦が何もさせてもらえなかった、うん、<番>感は強いかもね、うん。一番何もさせてもらえなかった感は。うん、まあ、ただ、群馬もまあ、見せ場はね、ちょこちょこは、作れてたんじゃないかなっていうところでね。うん、ね後半の井野選手のね、シュートなんか、ギリギリ外れた感じで、惜しかったけど。うん そう,ね、でそうかあと、飯野選手のオーバーラップからのクロスに誰か飛び込んであれ <laughs> 青木選手だったのかな青木選手っぽいよなんか動きがそれっぽかった、うん、気がする飯野選手いいんじゃないですか攻撃に、ね、すごい絡んでてちょっとね攻撃的サイドバックって感じで、うん、小島選手の両欲がね結構いい感じですねこれ、うん、で,でやっぱで川上選手いるとちょっとね安心感あるんだけどね、うん、まあ1点目ねちょっとね自分のミスっぽい 感じにも見えちゃうけど、うん、まあ,あれはでも打ったエジガル選手がうまかったってことで、<laughs> うん、そんなにね、もう気に病むほどじゃないかなと思いますね。まあ密集地帯でね、あれはしょうがないですよね、うん、密集じゃないっすよ。で、そうなんか、そう密集地帯でいうと、そのさ、うん、長崎、エリア内でつなぐのうまいよね。うまいね。あれはもう、本当に技術力の高さですよね。うん、っていうのもあっても、もうん、今言ってはなんだけど、 完敗というか、うんうん、実力差がしっかりと見えてしまったなっていうところですねスコア以上にっていうところですかね、うん、でまあザスパガー側もこう誰が悪いとかっていう感じでもなかったとは思うんですよねたたかれるような選手も別にいないんじゃないかなって思いますけどねただどうだろう言い方よくないけどオール D 対オール B みたいなまあそうですね、うん、単純にやっっぱちょっと自力のの差みたいなものが うん、見えてしまったんでだからそこの底上げ,が底上げ、ね、押していって少しでも近づけるようにっていうところがまあ今後の課題なのかなと、うん、まあ,あとは1点リードしたんだからなんかこうねそれを守りきれない <laughs> そこら辺の弱さというかがちょっとねここ何試合かもったいないなって思ってしまうので、うん、まあそこは何だろうな戦い方をちょっと変えてみるとか、うん、っていうプラン B みたいなものを なんか用意できてればよかったのかななんてまあ一ファンとしては思いますけどね <laughs> 先制はできるんだもんなうん守りきれないところがねなんか改善できれば今後もうちょっと勝ち点積み上げられるのかなと、うん、そんな印象ですかねそうですねうんはいそんなわけでですね選手交代見ていきましょうはい この日はですね、ザスパーの方はですね、後半30分に加藤純也選手から平尾颯選手、はい、田中俊哉選手から新小平選手に交代ありました、うん、まあこの2枚でちょっと終わってしまったというところで、ま,あ、またしてもちょっと気になるかなっていう、うん、後半でしかも結構遅めの30分っていうところでね、うんうんまあ、この日はあの高瀬選手がね、ベンチには入っていなかったんで、まあ、サイドバックのサブがいなかった。うん、まあ 平尾選手とかもサイドバックできる選手なんで、うん、でもまあ今シーズン、ね、ダす場でサイドバック多分やってないと思うんで、うん、っていう点でねこうサイドバックがまあ小島選手、ーの選手はね、まあ、どっちか変えるとしたらもう船須選手入れるみたいな感じだけどあ<ー>それもなかったし、うん、でまあセンターバックに関してはねそうそうそそんな交代するようなポジションじゃないですし、うん、なってくるとだからボランチにね岩瀬選手とかいたけど、まあ、そこも使わずって感じで。うん うん、っていうところで、まあね、ちょっとどういう意図だったのかなっていうのが、うん。何、うん、とも言えないですね。<laughs> コメントしづらいけど。<laughs> そうですね。まあただ、うん。そうですね。まあ、この出てきた二人は、まあある程度の信頼を得ているメンバーなのかねっていうのは、まあ、僕らも言ってたんですけど。そうね。うん。で、まあこの拮抗した中で、ちょっと、 ボランチも変えにくいとか、うん、そういう感じだったんですかね,まあそうね、変えにくいいっっていうのは、ね、あるかもね、うん、やっぱり監督的にうまくいってるところを崩したくないみたいなうまくいってたかどうかは監督の判断でしょうし、うん、まあだからといってね、例えば岩瀬選手入れたからっつって、ね、変わってたかどうかなんていうのはさ、誰にもわからないことだけど、うん。やっぱそっか、変化を加えられる選手は1人。 そうですね、そういうカードがね、ちょっとあれば、うん、切れればね。っていうところで、まあね、僕はたまに言ってるのが、白市選手どうしたんだろうって,って、<laughs> う,ん,うん、なんか、ちょっと見たいなっていうね、個人的な意見なんですけどね、まあ、ベンチにも入ってなかったので、まあ、ね、長崎戦に関しては、まあ、ねいた、いない、いないわけだから言ってもしょうがないんですけど、<laughs> うん、まあ、ああいうアタッカーで、ちょっとサブでね、ちょっと見たいなって選手はまだいるんですけどね。う,ーんうん まあ,ちょっとあんまり交代の策が、ね、ちょっと少なかったっていうのはこ、ま、こ、あ、最近気になる点ではあるんですけど、うん、まあ何かしら意図があってやっていることなんでしょうからそこら辺は、ね、まだわからないことだらけなんですけど、うん、まあ見守りしかないかなと思いますね。 純粋にやっぱ疲労が心配だよねっていうところはうん確かにうん結局ね <laughs> あるんで先週も水曜日試合やってまた昨日やってそうだねうん、うん、でまた水曜日に試合があるわけだから、うんうん、っていう中で交代枠をまあ1個か2個とかしか使わないっていうのはそこだけはなんか先週のコンディションが気になっちゃうんで、うん、まあねそこだけが心配かなってところで気温、ね、下がってきたって言っても体力使いますからねうん、うん だかからなんか采配批判というよりは選手、疲れ大丈夫かなっていう心配がありますかねって感じですね、うん、まあで長崎の交代が後半27分にク熊選手から鹿山選手ジガル選手下がって富樫選手、うん、で35分に秋野選手から加藤選手大竹選手から木田選手、うん、で45分、白間際に名倉選手からフレイレ選手に交代ということで、はい、こんな感じでしたねお熊から鹿に変わったんですねそうですね。 動物交代で, <laughs> 動物交代であそかエジカル選手は27分に下がったのかもうそう、まあ、ここもまあ温存じゃないけど、うん、まあ次の試合も見据えてとかもあるのかもしれないですね、うん、まあしっかり仕事したからもうあとは任せるみたいな感じでね,でね結局交代枠もいい選手がそうなんですよね <laughs> 富樫選手もねすごいいい選手ですし何、うん、な,なら鹿山選手もその前節多分スタメンで出た選手だし、うん ねえ加藤勝選手とかだって、ね、あのスーパーボレーみたいなのを決めたりしてるのもハイラとトで見たし<ー>木田選手もその前の試合多分スタメンだったし、うん、って考えるとめちゃくちゃゃく層が厚いよねやっぱ上位のチームだなっていう感じはするかな、うん、出てくる選手がね交代出てくる選手がスタメン級っていうのはもうきついですよね、うん、なんか長崎強いなっていうのをここら辺でも、ね、改めて思わされる感じの選手交代でしたねはい はいではスタッツの方を見ていきますとザ・スパクサス群馬が支配率47%でシュート9本はア内シュート3本パスが491の成功率78%オフサイドが1回フリーキック13本コーナーキック3本で、えー、と警告が平尾選手が後半32分に1枚という形で、うん、支配率は割と均衡していたというかあ結構持たれた印象があったけど、うん、で持ってた時間帯もあったんですよね、うん、ただ まあ見てる感じこう、う繋いで崩してるっていうよりはちょっと、ね、<ー>後ろに下げざるを得ないとかいう感じの場面も結構目立って確かにディフェンスラインで持ってるみたいなね、まあ、もちろんそこから、ね、崩そうとこう、ね、回してちょっとねかがってたんでしょうけど、うん、まあなかなか簡単には崩させてはもらえなかったかなというただシュートもザスパの方が打ってるんですねで枠内も多いですしね。うん で、まあ、ビファーレンがですね、まあ、支配率53%で、シュート8本、枠クシュート2本で、パスが555本の81%、はい、オフサイド2回、フリーキック8本、コーナーキック9本で、まあ、退場者も警告もなしという形で、だから<ー>支配率はね、のトントンだし、シュート数もね、枠クシュートも大して変わらなかったという点では、うん、まあでもね、だから上位トップ3に入ってるチーム相手に、<ー>この、 ねまあ、データ的に見たら五分五分の戦いをしたわけだから、うん、そこはまあプラスに捉えてもいいのかなっていう感じですよねうん、うん、とは思うんだけどね <laughs> あとはそのやっぱ決定機の違い,いそうだねだから決めきる力がちょっと足りなかったかなっていう、うん、なんかエジガル選手もあんまり試合中にボールには触れてなかったみたいだけどそうそうなんだよ <laughs> 決めるときはちゃんと決めるみたいなね しかも多分ヒーローインタビューかなんかでね、まだね、なんか万全じゃないみたいなこと言ってたらしい。嘘だろ嘘だろそんなようなことを言ってたみたいなのを見て、うん、ああ本当かよと思って。ちょっと絶望的ですね、うん。だって今3試合3ゴールですよ、多分。J2 <ー>来てから。あれか、じゃあ試合出れば必ず点を入れるっていう。そう、しかもそのうち1試合が途中出場で。うん <laughs> 途中出場でゴール決めて、うん、でその次の試合はまあ得点なかったけどネ、うん、ザスパー戦で2ゴールで3ゴールって感じであ<ー>、ね、バケモンですよ。バケモンですね <laughs> という感じでね、まあ、それがすべてではないけど、まあ、とにかくエジガル・ジュニオという名前は、ね、しっかり刻まれた日だったなっていう感じです、ね刻まれたね、ちょっとねやっぱ玉田選手が出るかなっていうんでそうそう楽しみでそそうだそれも言わなきゃねね、うん、前回ね動画で。 注目選手にもあげたぐらいね、うん、ちょっと僕らとしてもまあ一サッカーファンとして楽しみにしていた玉田選手だったんですけどまあちょっとねベンチにも入っていなかったということで、うん、それを行きの車で知ったからねそう、うん、向かってる途中でねあれ発表あったけど玉田さんいないよっていうところでまあとてもやっぱエジガルさんが衝撃的で終わった後しばらく玉田さんの存在を確かにね忘れた忘れてしまうぐらい、うん やっぱりそのエジガルジュニオというプレイヤーがインパクト残したかなとそうねま,あまさか2点決められるとはとてことこですよね 2>, うん2点目やっぱりかって思ったもにやっぱりエジガルかっつってそうね二2点目決まってえ誰誰誰って言って <laughs> で25番がね喜んで見て<う>あ,ああエジガルだやっぱそうかっつって<笑><笑>っていうところでねまあうん,うんそうですねたださっきも言いましたけど 上位チーム相手に結構やれたと思います、うん、だなんか差は着々と縮まっていると思える結果だったんじゃないかなとうんそんな感じはします、うん、であとはその1点リードした後の勝ちきる強さみたいなものを今後身につければダスパはもっと飛躍できるポテンシャルはもう見えてきてるんじゃないかな うで長崎が逆転できる強さがあるっていうのがやっぱり上位にいるうんうん、うん、確かにね,そこだよね納得できるよねやっぱり、うん、結局最後は勝つっていうそう先制したからといってもねそのまま逃げきれなかったっていうのは、うん、まあそこら辺のちょっとした差がね、うん、響いてしまったのかなというところでその。はい 今後の課題はやっぱり勝負強さって感じじゃないですかね、うん、だから誰が悪いでもないっていうところからすると今の選手たちは力あると思うんで、うん、まあここからね残り試合もね巻き返し期待して応援続けたいと思います、はい、そんな感じで今回は、えー、とビファーレン長崎とのゲームについての振り返り動画でした、はい、こんな感じでザスファーの試合の振り返りや、えー、と時節の対戦相手の情報とか J.D. に関する動画アップしていますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ますあれ実写もう一枚。あ、そうだ。ごめんごめん。一 <laughs> 枚忘れて。<laughs> はい。じゃ試合後の順位なんですけども、はい。20位ということで。はい。まあ順位は変わらず。うん。勝ち点30のままで、球証3分け20敗得してさマイナス26というところで。まあここが一個下がってしまったって感じですね。はい、で、えっ、ー、と上が19位松本が勝ち点36位。ちょっとね差が開いてしまった。うん。 で、下が21位が愛媛、愛媛が上がってきました。勝ち点27ということで、まあ3ポイント差。はい。という感じですね。まあ、愛媛戦もね、今後あるんで、ちょっとね、<あ>ここも。負けたら勝ち点並ばれるのかこのままのね、ね成績でいくとそうと。そうなんで、ちょっとそれまでにね、愛媛を少し引き離しておきたいっていうのはあるんで、うん、ちょっとね、ここからの何試合かもね、大事な試合が続きますかね。 降格権にはななりたくないよね確かに今年降格がないとはいえやっぱり20位であればね、うん、その特例なくても文句なく残留したってことになるんで、はい、やっぱね僕らとしては20位以内でのフィニッシュは絶対してほしいですねってのはずっと言ってますけどね、うん、ではそんな中次の試合はですねまた水曜日にありまして、うん、11月11日、まあ、ポッキーブリッツの日ですねあ<ー>に栗、まあ、原金沢とのアウェーゲームが控えておりますはい ってことなんでまあ向こうに金沢に行っての試合なのでね、うん、だそこの面でもねちょっと疲労が心配されるところなんですけどもまあ、ここまあ金沢もねまあ一応まあ中位ぐらいのチームではあると思うのでここをねしっかり勝ち点3取れるように頑張ってほしいなと思いますもう10勝行きましょうそうだ、ねうん、10勝リーチから確かにずっと毎回動画でね10勝行きましょうって言 っっててるんんだけどなななかなか言ってくれないんですよね,そうすね本来だったから11月11日に11勝目を挙げたかったら確かに確かにそんな感じですけどそんなところでねう2桁勝利に乗せる10勝目がまあ強火に見られるんじゃないかというところで、はい、期待して応援したいと思います頑張りましょうちょっとねさっき一回締めかけちゃったんですけど <laughs> もう一回締めさせてくださいこんな感じですねザス・クサツグマの試合振り返りや、まあえーとですね、次の 次節対戦相手の情報だったり、まあ、ジェイリーグに関する動画アップしてますので、よかったら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ、今回は、えっ、ー、と、ビファーレン長崎との試合の振り返りでした。ありがとうございました。したせーの。頑張れ、張れザスパー。